シスコウェベックスは、ウェブ会議及びビデオ会議アプリケーションを開発及び販売するアメリカの企業である。シスコシステムズがウェベックスを買収した2007年に設立された。本社はカリフォルニア州ミルピタス。ソフトウェア製品として、ウェベックスミーティングス、ウェベックスチームズ、トレーニングセンター、イベントセンター、サポートセンター、セールズセンター、認めナを、 ピークなお、WebX AIM Pro ビジネスエディション、WebX w e b o f f i c e よび WebX Connect をリリースしている。WebX の製品は、すべてシスコシステムズのコラボレーションポートフォリオの一部で、ある。WebX が独立企業として使用する WebX ロゴ2009年から2018年に、使用された以前のロゴ WebX は1996年、サブライヤーと民通によって設立された。 2007年3月15日、シスコシステムズは32億ドルで WebX を買収すると発表した。シスコによる買収以前に WebX はナスダックグローバルセレクトマーケットで特集されていた。シスコはまた長期的な計画として技術レベルと販売レベルの両方において WebX を吸収することが長期的な計画であると述べている。シスコによる買収時点では すべての WebX アプリケーションはメジアトネプラットフォーム上に構築されオンデマンドプログラムでの使用を目的としたグローバルネットワークである WebX メジアトネネットワークによってサポートされていた。このネットワークは WebX のチーフネットワークアーキテクトであるショーン・ブライアントとネットワークアーキテクトであるザイドアリ SR によってインターネット上で 最初のサスプラットフォームの一つとして設計されたものであった。同社は2005年に intrans.com e t を買収し、従業員数100人未満の中小企業を顧客とし、中小企業市場への参入を実現した。同社はディスカッションフォーラム、ドキュメント共有、カレンダーなどのオンラインコラボレーションツールを提供する能力を獲得し、 intrans.com、e、は顧客に webX の通信環境へのアクセスを提供した。2006年2月21日、AOL と webX は AOL のインスタントメッセージングソフトウェアである AIM Pro のビジネスバージョンを発表する計画を発表した。2006年9月26日、同社は webX Connect と呼ばれる Web コラボレーション。 マッシュアッププラットフォームを提供する計画を発表した。2014年11月17日、シスコはプロジェクトスクエアードと呼ばれる WebX のアップデート計画を発表した。2015年8月5日、WebX は Windows XP 上での提供を終了した。2018年4月18日、シスコはシスコスパークが シスコウェベック X プラットフォームに統合されることを発表した。シスコスパークはそれ自体がプロジェクトスクエアードコラボレーションプラットフォームのリブランドであった。同時にシスコはスパークルームキットとスパークボードを含むすべてのスパーク製品をウェベック X のブランドへと変更した。SEC よび様々な州の司法上管事務所によって開始された証券詐欺の調査の結果、 ゴールドマンサックスは1999年から2001年までの期間ウェベックスの報道や IPO 違反など不当な研究を発行したとして起訴された。ゴールドマンサックスのアナリストに調査の対象とすべきでないものをウェベックスの経営者が指示したとされている。ウェベックスは経営者の情報は正確であると述べた。別の告発はゴールドマンサックスが ウェベックスの新規株式公開における株式の配分において証券法に違反していると非難した。2005年9月27日、ウェベックスは競合他社のレインダンスコミュニケーションズインクを特許侵害で訴えた。2005年10月14日、レインダンスはウェベックスに対して特許侵害の訴訟を起こした。両者は損害賠償と特許を侵害していると主張する。 さらなる行為を禁ずる差し止め命令を求めた。2006年3月31日、両当事者は、両方の訴訟の取り下げ、過去の侵害に対する請求の放棄、それらの放棄に関連する支払い、及び互いの特許へのクロスライセンスに同意した。この合意により、レインダンスは、ウェベックスに100万ドルを支払った。ありがとうございます。